アルビン・カランはアメリカの作曲家、パフォーマー、即興演奏家、サウンドアーティスト、作家。ロードアイランド州プロビデンスで生まれ、イタリアのローマで暮らしながら仕事をしている。フレデリック・ジェフスキーとリチャード・タイテルバウムと共にムジカ、エレクトロニカ・ビバの共同創設者であり、かつてはエリオット・カーターの生徒であった。カランの音楽は多くの場合、 電子機器や環境で見つかった音を利用している。2006年までカリフォルニアのミルズ大学で音楽教授を務め、現在はローマで個人的に、そして様々な機関で散発的に教えている。彼の作品には、エンデンジャードスピーシーズ、トランスターダーエクスプレス、ショーファルなどのソロパフォーマンスピース、クリスタルサームス、ウン・アルトロ・フェラゴスト、 アイドリームトジョンケージオーデリングアットザチューリッヒ、ハウト・オーボン・ハフ、リビングルーム・ミュージックのようなラジオ作品、300人のアマチュア・ブラス・バンド・ミュージシャンのための、オー・ブラス・オン・ザ・グラス・アラスや、水上及び水辺でのパフォーマンスである、マリタイム・ライツシリーズといった大規模な音楽の振り付け作品、マジック・カーペット、フロア・プラン、ザ・トゥエンティース・センチュリー、 ガーデニング・ウィズ・ジョンなどのサウンドインスタレーション作品、ピアノのためのホー、方向ネリアス、トリオのスクティクス、弦楽四重奏のビスト、サクソフォーン・カルテットのエレクトリック・ラグズ2、パーカッション・カルテットのテーマパーク、コーラスの SATB の一連の作品、室内オーケストラのための作品や、サーカス・マキシマスのビデオなどに付随する、室内楽、オーケストラ、青少年オーケストラ、 自動演奏ピアノ、携帯電話アプリのための The Book of Beginnings、そして多くのコレボレーションによるダンスや演劇作品などが含まれている。1996年以来、カランはインナーシティーズに取り組んできた。これは、かつて作成されてきた最長批判曲ピアノ作品の一つを形成するソロピアノ作品の成長シリーズとなっている。ダニエラ・トートラは、 カランの業績に関するアルビン・カレン・ライブ・イン・ローマという本を編集した。また、2015年に彼はザ・アルビン・カレン・フェイクブックという本も出版しており、これは写真、文章、スケッチに加えて生の音響素材から概念的な音楽や完成した作曲に至るまでの200以上のスコアと断片を含む否定形の自伝となっている。彼の記事はニューヨーク・タイムズ、レオナルド、 ザコンテンポラリーミュージックレビュー、ムジークテキストなどに掲載されている。アルビン・カラン、ありがとうございます。